皆さんこんにちは。やっと暖かくなってきましたね。早く春や夏になってほしいものです。今回はお手軽なラム酒漬けナッツのパウンドケーキを作ります。まずは室温で柔らかくしたバターに3温糖を加えてすり混ぜてください。次は割りほぐした卵を数回に分けて加えつつ混ぜてください。この時分離してしまわないように注意しながら混ぜてください。卵を混ぜ終わったら粉類をふるい入れて切り混ぜます。さっくりと切り混ぜ、粉気が残っている状態でラム酒とナッツを混ぜ込みます。しっかりと生地が混ざったら生地は出来上がりです。ここまでできたらパウンド型に入れてください。型に入れたら空気を抜いて、アーモンドスライスを乗せます。ここまでできたら焼成です。170度で55分焼いたら完成です。